ミハイ・ラスカル・ミハイ・ラスカルは、ルーマニアの軍人、少将、トゥルグジュー出身。1941年1月から第1、根性三学不評旅団の司令官となり、独祖戦時、南方軍集団第11軍の編成下で、戦闘行動に参加。1942年3月、第6不評師団長。しばらく後に、ラスカルの指揮下に、ラスカル集団が編成された。 ラスポピンスカイアの戦いで功績を挙げる。スターリングラード攻防戦時、ラスカル集団は、フリードリヒ・パウルス将軍の指揮下に入った。1941年9月24日に、ドイツの二級鉄十字章、1942年1月7日に一級鉄十字章、同年1月18日には、セバストポリ観楽の功績により、外国人初の騎士鉄十字章を受章した。 その後、スターリングラード攻防戦の末期には、ラスカー集団はほとんど補給、弾薬もなく、1942年11月に降伏した。ラスカー自身は、11月22日に、ヒトラーからの伝聞で、白洋付き私鉄十字章を授与されたが、同日に捕虜となった。1945年をはじめまで捕虜収容所で過ごす。1945年はじめ、 ソ連の監督下で編成されたホリア・クロシカ、クリシャンという名前の第2ルーマニア義勇士団の司令官に任命されたが、戦闘に参加することはなかった。戦後、第4軍司令官、国防省、国防次官兼軍総監を歴任。1950年、退役。ありがとうございます。